げ。あ、いや。暖房がつかない。おはよう。おはよう。バタバタしてる。いや、歯磨く。エアコンが止まって寒い。部屋の中エアコンつかないな。ああ、壊れてる。おじさん、おはよう。
ん？これね、ガム。ダメだ、おかしい。どうすんの、エアコンか、なんでエアコンつかないんだよ。和骨一回電源切ってるよ。寒い、寒すぎる。これはまずいよ。ありがとう、寝る前にありがとう。ここからなんだ、ありがとうね。マジで寒い、やば。いや、エアコンないのはやばいって、これ。いや、昨日電気代払ってなくて電気止まったんだよね。はい、こんばんは。クリスマスに電気止めるとかどういうこと？ほんと全然つかねえし、やばいな。寒い。コンセント抜いたよ一回。っていうか、あの、抜いてたから電気が、あの、エアコンがついてないの。いや、結局ね、ブレーカーがね、パツンって電気止められるとね、エアコンがぶっ壊れるんだよね。やめてほしい、これ。コンセント抜いてたから今ついてないわけだ。俺つけっぱだもん、ほら。やめてほしいよな、ほんと。ひどいよね。なんで俺の家の電気を止めるの？ひどいよ。ねえ、ひどいよね。ひどすぎるよね。
貧乏なのに。貧乏なのに。やばい、暖房つかないとやばいって本当。マジでこれはまずい。寒い。釈迦もペコもいるんだよ。結局クリスマスし、クリスマスらしいこと何一つなかったな。今年は。クリスマスらしいこと何一つなかった。いや、あのあれ、あの加湿器は焚いてるから湯気は出てる。やばいな、ぶっ壊れたな。どうしよう。うわ、つかねえ。うわ、マジでへこむんだけど。え、どうしよう。え、この寒さでマジで言ってんの。マジかよ。勘弁してよ。全然つかねえ。電気はともついてるよな。電気はついてるけどエアコンがつかなくて寒いの。なんか室外機がイカれてんのかな。エアコン本体の電源さっきから抜き差してるよ。どうしよう、マジで。めちゃくちゃ寒い。いや、これどうすりゃいいんだ。ファンヒーター寒い。あー、寒いよ。
暖房つけ。いや多分ね、室外機が外が寒すぎて室外機は回んないパターンだと思うんだよね、これ多分俺の予想。寒い。あーあー、ほら緑に点滅したでしょ、エラー、ほらなったでしょ、ピカ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 って。ほら、そしたらついたんじゃなくてエラーだって。ほらほら、勝手に閉まっちゃったでしょ。エラーです、です。つかない。ずっとこの状態なんだよ。入ったな。どうする？寒すぎるよ、いくらなんでも。寒い。2階って何？ここ1階だよ。つけ、頼む。ついて。お願いついて。寒いよ。いや、故障っつうかね、1ヶ月に1回電気払ってないから、昨日電気がバツって止められたでしょ。その時にね、必ずこうなるの。で、20回とか30回やるとつくの。だから、うちのエアコンつけっぱなの。寒い。寒いよ。あー、シャカペコ寒いよね。待ってね。寒い。電圧が上がるんだ。おー、それはっていうかもうでマジでついて寒い、本当にまずいってこれ。あ、故障してるかもしんない。いや、何回かやったらつくんだよ。ああ、来た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 かもしんない。来い風、来い風、風来い来い。点滅してない、いけるかも。来いよ。ないな。いや、もうのんちゃん、和道さんつかないよ、和道さんって言って、毎回だから1ヶ月に1回俺がエアコンと戦う。
最終的には俺はこれ気持ちの問題だと思ってるから、エアコンに俺の思いが届いたらあったかい空気が出るんだよ。来い。バッグありがとう。点滅してないね。ちょっと状況が分かんないね。なんか動かない。あー、いや室外機の問題あると思うよ。あれ来ないパティンか、これ全然動かないわ。あー点滅した。ふざけんなよ。くっそ寒いよ。点滅か。点滅パティーンです。ダメだったわ。電源抜いてどうしよっかな。寒すぎる。いくらなんでもこいつがないと、こいつがないと寒すぎるんだって。頼むよ、ほんと、君頼むよ、頼むよ。リモコンのリセットボタン押したよ。何回もやってるよ。何回もやってる。ピッ。もうやだ。普通の生活がしたい。普通の生活が。あ、ダメだ。外寒い。暖房。布団に入ります。はい、痛い。寒い、寒い。寒い。いや、エアコンつけっぱの方が安いよ。俺10月の電気代全部つけっぱで3500円だよ。こまめにつけたり消したりするのが電気一番高いからね。全部つけっぱで3500円だよ俺。なんかピッピピッピ細かくやんのがダメなので、ピッピピッピこまめにつけたり消したりしてた時1万2000円とかだったもん。騙されたらダメだよ。東京電力に電気はこまめに消しましょうって、あれ料金釣り上げようとしてるだけだから。俺も羽毛布団だよ。
エアコンは弱い風で、あの27とか26度とかでつけっぱが一番いい。ね、金魚姫ね。まあなんかエアコンの型とかにもよるらしいけど、電気は基本この電源オンオフの時に一番電気食うから。俺はもうだから24時間ずーっとつけっぱ、うん、ずーっとつけっぱ、全然つかねえな、困ったな。ついて、暖房ついてよ。こんな狭い部屋で石油ストーブなんか置く場所ないよ。こんばんは。寒い。いや俺ずっとつけっぱだね。エアコンついて寒い。寒くて起きたかんね。本体にリセットボタンある？嘘。どこら辺にある？本体にリセットボタンな、え、トモニャンどこ？どの辺にあんの？パソコンも基本だから電気は基本的に電源が通るときに電気消費が一番使うって言われてんの。だから基本的にはつけっぱ通電させておくっていうのは。あの基本中の基本だね。端っこにリセットボタンがある。マジで端っこ、端っこってなんだ、端っこ。あー点滅した、ダメだ。リセットボタンどこだ。ボタン、そんなのないけど。いや、リセットボタンなんかないよ。リセットボタンなんかないよ。いや、ないよ。ないない、エラー番号とか出ないね。毎回もう俺は何度もこれ30回ぐらいこれを繰り返して、こいつの機嫌を信じるしかない。でもね、もう大体分かってきたんだけどね、多分室外機の問題なんだよね。これ外が寒すぎてダメなんだよ。黒いボタンとかにあるんだ。何回もつけるしかない。寒い寒い。やばいなこれ。寒い。
ヒートテックの長袖あるわ。この前買ったわ。ヒートテック着るか。でも俺服着、やだ、服着るの嫌いなんだもん。服着たくない、寒い。いや服着るの嫌いなんだよ、子供の頃から。服着るの嫌いなの。あ、いらっしゃい。寒いよ。寒い。風邪ひくよ、かわいいワトちゃんが。風邪ひく。エアコンつけ、エアコンよ。祈るしかないもん。祈って、みんなも。あ、来た、ピッて言った今。なんかシャーちゃんとペコちゃんも寒いんだよ。のんちゃん帰った、のんちゃん帰ったよ家に。なんか今ピッカチッみたいな音したよね。なんか今カチッって音がした。いや、エアコンないときついって。寒いよ。いやー寒い、寒い。お、なんだよ、もう。またかよ。寒いよ。また点滅かよ。いや、これ、太陽があるとき、室外機の温度が高いときだと回りやすいんだよな。湯たんぽない。湯たんぽってどこで売ってんの？湯たんぽって使ったことないな。なんか子供の頃、人生で一回だけ使ったことあるかないかだね、湯たんぽ。寒い。ドンキに売ってんだ湯たんぽ。マジか。ドラッグストアにもあるんだ。いや、停電したらどうするのって。停電したからこうなっちゃったの。もうこれ何回もやるしかないよな。寒すぎる、いくらなんでも。何回も何回もトライしよう。ありがとう、プレゼントボックスありがとう。ニンニもありがとう。しんちゃんママありがとう。寒い。
なんでつかねえんだ。ビンゴで当たった。寒い。あ、誰か温めに来てくんねえかな。ねえねえ、すっげえ美人でさ、27歳以上でスタイルが良くて、俺のこと裸で温めてくれる超美女のリスナーいる？で、なんならお小遣い20万円ぐらい置いてってくれる人がいいんだけど、誰かいないかな。探してきて。ちょっと27歳から年齢が上で、すごいセクシーでめちゃめちゃ綺麗で、裸で俺のこと温めてくれて、お小遣い20万円置いてってくれるお姉さんを募集してます。寒い。寒い。いないか。じゃあ諦めます。今日何食べよっかな。うわ、マジこれまずいぞ本当に。これ死ぬんだけど。これ2時ぐらいから急激に冷えるからね。いや、シャカとペコはまあ今加湿器炊いてるからなんとかギリギリ大丈夫だと思うけど、ちょっとかわいそうだねシャカペコは。アドさんはともかくがちょっと意味が分かんないけど、いやだから加湿器炊いてるって。人魚姫加湿器を炊いてるっつの。だお湯沸かす必要なんかない。あ、てかマジでつけよ本当に。いい加減にしろよこの野郎。いい加減にしろよ。サミー。いや、シャカとペコには羽があるでしょ。遊んでんの、シャちゃん。あ、そう。じゃあシャカ、俺遊んでるわけじゃないから。何ピッピピッピ楽しそうなことやってんだって。リモコンがピッピー言うから、なんか遊んでるのか勘違いしてる。これ遊びじゃないから、そうじゃん、ペコ。プレゼントボックスありがとうございます。北海道はないね。眠かったから。なぜって毎回30回ぐらいやったらつくもん。お、サミー、寒いよ。今日鍋食べよう。今日鍋にしない。今日ご飯鍋にしない。うわー、もうまたかよ。あー腹立つわー。全然つかねえんだけど。何これ。いや、これどうしたらいいのこの点滅。
何鍋にしようか。あ、そうなんだ。無料でやってくれるんだ。何鍋にする？ちょっとマジで寒いって、本当に頼むって、マジで頼むって、マジでマジでマジで無理だよ。キムチ鍋か、ブリか、いいな。おわ、ブリ鍋か、いいな。魚か、ブリ鍋。うん、いや寒いってだから。寒い。寒い。寒いよ。おい、お疲れ。いや、ていうかね、クリスマスに電気を止めるっていう神経がわからんわ。クリスマスの日に、聖なる夜に子供たちが、ね、貧乏な子供たちが、わあ、お母さんって。かわいそうでしょ？来年まで待ってあげなさいよ。本当に。なんで、12月25日に電気を止めることができるんだよ。まあお金払わないのが悪いんだけどね。うん、まあ言われそうっていうか、結論から言うとお金払わないのが悪いんだけど、うん、それは100も承知で俺は言ってるからね。うん、電源入るっていうか、毎回この毎回こうなるんだよね。毎回こうなる。うん、エアコンが電源は入るんだけど、しばらくつけてると点滅して空気が出ない。超寒い。どうしようかな。マジで困ったよ。あー、電源が切れる。やばいやばい、パソコン切れる、電源が切れる。うー、寒いよ。どうしよう、マジで。今を乗り切るんだよ、今を。明日とかどうでもいいから、今をどうするかだから、今を、今この瞬間をどう乗り切るか。寒い、寒いよ。
いや、室外機っていうか外に出たくないね。外には出ない。寒い。俺はここでなんとかする。一歩も動く気はねえよ。この布団から一歩も動く気はねえよ。うん。ねえってばよ。いや、ガスも止まるよ、水道も止まるよ、ネットも止まるよ。それ止まるでしょ。何子供みたいなこと言ってんの。止まるに決まって、止まるに決まってるの。いやいや、なんか俺もネットでこの前やったよそれ。いいよいいよ。なんかとにかくあれでしょ、あのなんか止まるんだよ。いや電力制限かかってないよ。寒い。うん。で、大体のんちゃんが10回くらいやって、もう和田さん嫌だって言って、和田さん直してって言うと、俺が何回かやったやつついて、のんちゃんが大喜びするの。和田さんは天才だーっつって踊り出すの。こんばんは。コンセント抜いてしばらく放置。なんだ、水道の音か。なんだ、2階の水道の音だったわ。だからしつこいな。服を着るのが嫌いだっつってんだろ。服を着るのが嫌いなんだよ俺。何着るのが優先って、何言ってんのこの人。寒い。いや寒いんだっつーの。あー、エラーだわ。どうしよう。10分ぐらい放置する。10分ぐらい放置する。またエラー、またエラーです。これコンセント抜いて10分放置。ダメだなこれ。抜きます。寒い。水道掃除してないよ。だよね。室外機のファンモーターが正常に回ったとしても、
点灯したらリモコンでリセットして。え、リモコンでリセットしたからにやんの？もう遅いよ、もう遅いよ、コンセント抜いちゃったもん。うん、ケーキありがとう。10分経った。鍋にするけど、何鍋にするか決めないと。何鍋にする？キムチ鍋。もういい？もう10分経った？もう10分経ってなくない？刺します。コンセント刺します。刺しました。運転ボタンがある。
行く？リモコン押す？いいの？リモコンで。リモコン押していいの？押すよ。来い。あ、どうなるかな。空気が出ない。どうなるかな。柿の種。多分俺も室外機だと思う。なんかね、あったかい日中だと回る可能性が高いの。夜はこんな感じ。だ、太陽が照っててる時はなんかいいの。室外機の基盤だよね多分。無理だな。ない。応急運転ボタンない。あー、またエラーだ。またエラーだわ。エラー番号とか出てない。寒っ。リモコンが効かなくなっちゃうんだよね、この状態になると。この状態になるとリモコン効かない。言うこと聞かないもん。この状態が何なのかよくわかんないんだよね。ピコ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 点滅してる状態が。
これは東芝って書いてあるね。東芝の WH-UB03NJ。 SB。寒すぎる。溜まったソケットつけてる。ダメなの？直差ししてない。二股ソケットつけてるよ。うわー、花火だ。ありがとう。吹きるの嫌いで寒い寒いって言ったら何がいけないの？何がおかしいの？なんで煽ってくる？パフェありがとう。俺は子供の頃からずっとそうだけど、ありがとう。プレゼントボックスありがとう。コンセントソケットと直で差し、うん、やってみるわ。直差しでやってみるね。ちょっと待ってね、ほほさん。東芝 WH-UB03NJ 起動。俺昔から服嫌いだよ。だからいつも T シャツじゃん。着てもパーカーじゃん。いつも同じ服だし。いや、つくの、電気がつくのはつくんだけど、その後回らないの。風が出てこないの。うまくいくと風が出てくるの。マジだ、ほほさん。こういうなんか文句ばっかり言ってるリスナーじゃなくて、具体例を示してくれるリスナー好き。ほほさん好き。具体的にこうやろう、ああやろうって批判することは誰でもできるからね。批判することはできるけど、大改案を出す人は少ないで、大改案を出すのが正解だから。黒い T シャツ20枚だよ。これほら全部黒、黒い T シャツこれ20枚持ってるよ。だから俺の洗濯カゴ見る？洗濯カゴなんだけど、黒い T シャツ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 、
黒い T シャツ、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 こんなもんかな。洗うやつは黒い T シャツこれくらいある。で、ここに10枚ぐらいあるね。いやだって黒い T シャツしか着ないもん。めんどくさいな。ありがとう。おーそうそう、メリクリー、ありがとう。そうそう、寒いな。ばあちゃんがよく言ってたな、黒は着るなって。よく言ってたね、ばあちゃんかな。湯たんぽを買えとか服を着ろとか、黒い T シャツは運気が下がる。おばあちゃんなんだろうね多分ね。おばあちゃんリスナー、アドバイスありがとう。おばあちゃんの話を思い出すよ。トライバル、あ、ダメだ、エラー出た。寒いよ、エラー出たわ、ダメだったわ、これ。トモニアンさん、パトラッシュさんの放送多分面白いと思うよ。パトラッシュさんの放送見に行きなよ。多分パトラッシュさんと気が合うよ、トモニアンは。パトラッシュさんのところ行きな。あー残念だね、ありがとうね、ナイスアドバイス。くそ、何回でも挑戦する、俺は諦めねえから。ネバーギブアップ。どうすっかな、マジで。俺パジャマも着れない、子供の頃からパジャマ嫌いだった。リモコンあるよ、リセットボタンあるよ。だけどこれを押してもリモコンの方がゼロになるだけなんだよね。向こうの方は何にもならないね。ここのリセットを押しても何にもなんないよ。いやだから人の話聞かない。おばあちゃんでしょこの人多分。俺の話何にも聞いてない、自分の言いたいことばっかり言ってる。運気が下がる、だってしまいには。エアコンと何にも関係ない。なんだ運気って。エアコンがつかなくて寒いっつってんのに運気が下がるだって。何言ってんの。パトラッシュさんの放送行った方がいいよ。リセットボタン押しても何にもなんないじゃん、ほらほら、何にもなんないじゃん。寒いよ。いやマジでやばいな。俺こういう上から目線のやつ嫌いなんだよね。何でもかんでも偉そうに物言って、寒いね。先の尖ったもので押すとリモコンの表示が00になった。エアコンに向かって温度ボタン上げるところを一回、ちょっと待って、一回ずつ。エアコンの温度ボタン、
どういうことだろう、エラーコードが表示される。どういうこと、ちょっとよくわかんねえな。どういうこと、リモコンのところの先の尖ったモードを押すとリモコンの表示が00になった。でリモコンに向かって温度ボタンを上げるところを1回ずつ押して1秒間に5回押すってこと。1秒間に5回00が表示されるまで全て。どういうことだ、操作方法がわかんねえな。ちょっとやってみるか。00にして点検を押すんだよね。ちょっと待った待った待った待って、待って、リモコンの部分の先のとこだと思う。点検ボタン、点検ボタン、点検これか。もう一発目で00点滅してるけど、何00、一回目で点滅してるよ、全部点滅してるけど、全部点滅してるよ、何これ、全部点滅してる、エラー全滅点滅してる。いや PDF よくわかんねえわ、何これ。いや温度ボタン一回押したらもう全部点滅してたよ。寒い、とにかく。いや俺放送中 LINE 寒いから、違う、きっとな、布団から動きたくないの、寒いから布団から動きたくないのよ、ごめんね。だからパソコンの前に行くことが可能、今ごめん、 PDF が開けない、俺ここから動かないって決めてるから。13ページごめん、今読める状態じゃない。だあの ここからもう布団が寒いから無理、パソコンの前に行けない今、ごめんね。大丈夫じゃない今。ありがとう。診断方法は分かったけど、それをやる気が起きないね今。俺頑固じゃないから、じゃ嫌なことはやらないっつってんのに嫌がらせをしてくるやつがいんの。なんか運気がどうのこうのとか言ってくるこのババアとかさ、偉そうに嫌だって言ってくることをやってくるんだよ。服を着ろとか、服は着たくないっつってんの、いやだから服は着、だって俺が服じゃ重ね着してるところ見たことある、あるね、あるの。なんで人が嫌がることをするんだろう、俺は嫌だっつってるのに。だから我慢してるじゃん、我慢してるよ俺、寒いって言ってんじゃんねえ。エアコンの場合診断方法のボタンの押し方が変わるので、型番を教えてくれたおかげでなんとか伝えられました。まあ死なないと思うよ、多分ね。俺の前にシャカトペコが死ぬから、シャカトペコが死んだ時やばいって思ったらいいよ。俺の前に多分ねシャカトペコが死ぬから。寒いなあ、参ったなあ。いやこれはまずい、マジで。
寝起きでこの状態はきついよ。のりこがいたらのりこ北海道があるから、のりこののりこが近くにいたらなんとかなるんだよ。のりこあったかいから。寒い寒いよ。お、あーエラーだよ。くそ、なんでなんでエラーなんだよ。え、なにこれ、新しいの出た、これだ。え、なんか新しくなった。ピッピッピッピ言ってる。なにこれ、なにこれ、なんだこれ、なんだこれ、ピー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 って。いや、エラーコードがどれなのか分かんないんだよね。どういうこと、1秒間に5回押すの、どういうこと。リセット、点検、1 2 3 4 5。え、どういうこと、どやり方が分かんないんだけど。00になっていたら診断してるところ、ああそういうこと。え、なんか5回押すっていうのはどういうこと、もう一回教えて。点検ボタン00にするじゃん、でその後温度を上げるって言ってなかった、なんかピー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 って言うんだけど。05って出るけど、え、どういうこと。00になって05って出るけど、05って5回押したら05って出るけど、どういうこと。05で終わりだけど、違う、05と出るんじゃなくて、5回押したから05出て、温度を押すと06、07、08、09って出るだけだって。010とかエラーコードは出てないよ。05と出たんじゃなくて、なんかいくよ、点検ボタン押すよ、点検ボタン押したら00って出るでしょ、で温度を1 2 3 4 5ってやったら数字が出るだけなんて、押した回数分だけ。なんかこの操作方法が間違ってるって、絶対。別に何が出たわけじゃないよ。押し方はちょっと難しい。ん？ PF は見ないな、キットダン。コメントで教えて。今放送中だから PDF は絶対見ない。 PDF は絶対見ないです。延長します。寒い。ロックかかっちゃうんだよな。何なんだろう。点検？絶対これやり方違う。こんばんは。
あり、相手もありがとう。こんばんは。寒い、助けて、寒いよ。いやマジで釈迦が死ぬよ本当に。寒い。1秒間に5回？何？1秒間に5って何？何にもならないけど。どういうこと？ね、何これ？なんだこれ。点検00になってで温度を5回、1234、なんだこれ、絶対違う、これなんなんだろう。もう一回コンセント抜き差しする、意味が分かんないんだよね。なんだこれ。わかんねえな。いやそれずっとやってる。11の時だけなんかピーピー言うな。11の時ピーピー言うな。これ11がエラーってことじゃないの。11の時と11の時だけピーピー言う、それ以外の番号はピーピー言わない。これ11がエラーってことが出てんじゃないの。ほら11の時だけ PPU11、 これ11がエラーってことでしょう多分。11と00の時だけ PPU ね。だから11番エラーってことだよ多分。うん、ほら11の時だけエラー言う。一回押してるぞ。でしょでしょでしょ。11の時だけピーピー言うの。本体のタイマー、え、ちょっと何だから、何言ってるか分かんないんだよね。
00になったオンはオンエアコンに向けて1回押して正常の時を押すたびに受信音が、ああそうだやっぱり11の時だけピーピー言う。本体のタイマーランプは点滅。ああそういうことか、はいはいはい、わかったわかった。ね11の時だけ言う。いくよいくよ、見ててよ。エラーコードは 言ってる意味分かった。やっぱそうだったきっとだ。いくよきっときっとだ。00にして00の時からピーピー言うじゃん、これだ。で11の時にエラーなる。11エラー11エラー11だ。それ以外はピーピー言わない。00もしくは11で多分11だと思う。00の時から11、11って表示されるんじゃなくて11の時だけピー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 ってアラームが鳴るの。要は1秒間に5回点滅するの。言ってる意味わかるかな。いくよきっとだ。11の時はこうなんの。いくよ見ててよ。あれ切り替わんない。なんかパソコンもバグってんだよな。普段の状態これなんだけど、01、02ってこうやってやってくじゃん。で、エラー番号を11の時だとこうなる。これでしょ、1秒間に5回ってやつ。1秒間に5回これでしょ。だからエラー11だね。これだよね。このことを言ってたんだよね。1秒間に5回点滅って。11番。室内ファンの異常。室内ファン、室内ファンの異常。寒い寒い寒い。室内ファンがなんだ今度は。室内ファン、室内ファン、どうすればいいんだい。室内ファンってなんだろう。何それは。ファンが狂ってるってこと。俺の放送と一緒じゃん。ファンが狂ってるって。室内ファンってどこなんだろう。直接的な原因までたどり着いたね。でも予想、ファンモーター不良、室内基板不良、どうすればいいんだろう。これが分かったところでどうしようもないもんね。ファンモーターがどこにあるのか分かんないし、どうすりゃいいの。いや、ファンモーター不良、室内基板不良って言われても俺わかんないよ。どんどん寒くなってくんだけど大丈夫かこれ。やばいぞ。ファンモーター以上です。室内機の故障。ファンモーターフロー、室内機マニフロー、その間。室内機だけ交換する。ん？室外機と室内機だけ。基板壊れてる？なんだよ、結局コンセント抜き差してるしかねえんじゃん、じゃあ。なんだよ。
髪。いや何回かね、30回ぐらいやって、昼間に30回やるとついたりするんだよね。何回もつけたり消したりしてるとつくんだよね。もうこれ2年ぐらいこの状態だから、逆に冷房つけてみようか。蓄積した動作する時もあるよ、何回もやってると。ファンのエラーなら、ホコリはビタビタだね。ホコリ吸ってみる。てか基板がどこにあるのか分かんねえかんな。基板がどこにあるんだろう。どこかに基板あるんなら基板のホコリ取ってもいいよ。基板のホコリ取ってみる。いいよ、やる。基板のホコリ、へえ、壊れないエアコンあんだ。基板ガードされたエアコン、へえ。基板がぶっ壊、基板どこにあるんだろう。基板直そう。配信会1、エアコンに詳しい男になる配信。基板どこだろう。確かにホコリはすごいね。エラー出るな。外せないのかな。うわー、ホコリすげえな。これ外せんの、カバー。カバーって外せんの。カバー外せんのかな、これ。うわ、ホコリが半端ねえな。基板ってどこにある？プロペラのホコリって何？プロペラってどこにあるの？ホコリだらけだよ。どこだろう基板。筒状のプロペラ？筒状のプロペラってどこにあんの？どこにあんの？プロペラなんかないけど。筒？プロペラ？いって！いって！バカ！指入れたらガッてなったじゃん！いって！なんで嘘つくの？いって！指持ってかれるところだった。なんだよプロペラって。危ねえな。なんでそういうこと言うの？指持ってかれそうになったわ今。何、筒状のプロペラって何？何今の。危ねえ、指持ってかれるところだった。何？
あ、エラー出た。あー、イライラすんなもう。いや、大丈夫だけど、危なかったよ、今指が弾け飛ぶところだったよ。ちょっと、あ、でも、これで移動は可能になった。ちょっと対策、新しい対策ができた。これあったかい、進化したよ、ほら。俺が進化した。あ、もう、あ、エラーが早くなった。ねえ、ちょっと待って、エラーが早くなった。すぐエラーになるようになった。すぐエラーになるようになった。なにこれ、エラーが早い、さっきより。エラーが早いよ。寒い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 よ。エラーが早い。基盤がどこにあるのかを知りたいな。やっぱ11番エラーだね。で、さっきよりもいつもは1分ぐらいしてからエラー出んのが5秒でエラー出るようになった。なんかおかしい。壊れ、運が良ければ壊れる。エアコンの右側の部分、この鉄のさ、これかな、ネジで止まってる部分かな。基板ってこれかな、もうネジで止まってる部分、これかな、これ開ける、これ開ける、これっぽいよね。ドライバー取ってくるわ。そこがホコリまみれなんだよ。この、これだよね。寒い。ドライバー。ドライバー。いや、もうだって寒いもん、無理だもん。こんなん耐えられないよ。クリスマスにこんなん最悪だよ、本当に。なんで俺ばっかりクリスマスこんな思いすんだよな。おかしいだろ。ドライバー、電源今度抜いたよ。寒い。ちょっと待って、もう寒すぎる。お湯沸かします。寒すぎるのでお湯沸かして。
ドライバー、ドライバーどこだ。あー寒い。はいはい、おやすみ。ドライバーがないな。ドライバーどこ行ったんだ。最近ドライバーがないんだよね、俺の家。なんでドライバーねえんだろう。ドライバーもペンチもない、なんでだ。ドライバーってすぐなくなるよね、わかる。ドライバーってすぐなくならない。ありがとうね、きっとな。そうなり、あと分かる方教えてあげてください。なんでドライバーってすぐなくなるんだろうな。ドライバー、ドライバー。お穂さん、お風呂のシャワーの熱気で部屋温めるしかないかから。ちょうどいいドライバーほどなくなるんだよな。金魚姫さん、最後に使ったのいつ。何を。主語がないと分かんないって。何を最後に使ったの。金魚姫さん、ドライバー分かんないよ。そんなのが分かったら分かるでしょ。じゃあ最後に、最後にニッパー使ったのいつ。最後に爪切り使ったのいつ。最後にノコギリ使ったのいつ。金魚姫答えて。最後になんだろう、最後にすきバサミ使ったのいつ。答えられる。うわ、基板ぐちゃぐ、うわー汚ねえな。金魚姫さん、使ったらモテの基板、これだ。いやーこれ無理だわ。いやこれは無理だよ。コンピューターじゃん。無理だよこんなの。マギシステムみたいになってるもん、これ無理。いくらなんでも。はあ、いやこれは無理だよ。これ無理だよ。俺がどうにかできるレベルの問題じゃないよこれ。どうしよう。どうする。基板がやられたってことはもう無理じゃないの。
俺もエアコン使いたい。うわ超へこむ。あれ？このドライバー。エアコンつけ。もう前のこのエアコンだよ俺。どうしよう。お風呂のシャワーの熱気。じゃあお風呂のシャワーの熱気出すわ。来い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 よ。お風呂が煙がすごい。あの部屋が寒いから煙が蔓延する。それだけ寒いんだ、ね、めちゃめちゃ部屋中湯気が半端ない。すぐ来た、すぐ来た。ほら部屋の中がスモーキー、部屋の中めっちゃスモーキーなんだけど、ほらすごくない？すげえ寒かったもん。お湯出した瞬間こんなになったもん。部屋が幻想的なんだけど、かっこよくない？かっこよくない？みんな部屋が、いやめちゃめちゃ寒いって、なんか寒いって言ってんだよ。さっき冷蔵で寒いの分かる。めちゃめちゃ寒い言うておるでしょ。あったかくなってきた部屋。すげえ部屋あったかくなってきた。クモモンさんすごく辛い。うわ部屋あったかいんだけど。部屋あったかくなってきたわ。うわ部屋が幻想的だよ。みんな部屋が煙まみれだよ。すごい部屋がなんかすごいことになってる。綺麗、部屋綺麗。ほら部屋が魔法のミストみたいになってる。すごい、あったけあったけ、超あったけ。あったかくなってきたんだけど。おはよう。部屋が超あったかくなってきた。あったかくなってるわ。すげえすげえすげえ。部屋めっちゃあったかい。早っ、こんなに早くなるんだ。おう、あカメラと PC がやられる。格安シム普及委員会さん、水蒸気で PC やられるで、あとカメラも。いや超あったけ。あ全然違う、超あったかい、超あったかい。金魚姫さん最初に私行ったよ。すげえあったけ。あーよかったよかったよかった。
あったけー。いやだから俺のテンションを乗せられなかった金魚姫が悪いんだよ。金魚姫さんお風呂に。違う、だから言い方が悪かったんだよ、言い方が。もっと和道天才なんだからお風呂ぐらい温められるでしょみたいな、そう、俺をうまく乗せることができなかった金魚姫の負けだから、これは。そう、誰が言うかが問題なの、何を言うかが問題なの。俺をお風呂のシャワーをひねりたくなるようなコメントが書けなかった金魚姫の負けなんだって。わかる、金魚姫言い方が悪かったんだって。何を言うかじゃないんだよ。プレゼンテーションは、プレゼンテーションはプレゼンスとアクション、要は話した後に相手が行動したくなるようにして初めてプレゼンテーションだから。そうだね、負けたんだね。そう。おー、よし君お疲れ。よし君さん、監督こんばんは。お疲れっす。そうだよ。ていうかエアコンつかねえな。俺は一体何と戦ってんだろう、本当に。あ、ダメだ、でもすぐ寒くなる。これ一時的なやつだ。布団の中から見てます、うん、水蒸気の場合 F セミコロン基板に結露して家電壊れやすくなるので、うん、ダメだ、エアコンエラーだわ。開放さん、お疲れ様。エアコンまたエラーだ。くそ、本当にダメだな、エアコン。どうしよう。いやマジで困ったな。頼むよ、頼むよ、動いてよ、頼むよ、頼むよ、頼むよ。解放さん、どもども、よしくんさん、エアコン壊れたんですか。ショー、エアコン壊れた。笑い事じゃないよ、よしくん。生きるか死ぬかだよ、生きるか死ぬか。俺今日ここで死ぬかもしんないんだよ。釈迦寒いよね。クモモンさん、暖かい空気あるとある程度の湿度でかなり暖かいけど、うん、部屋が寒いと冷たく感じるかもね。よし君さん、確かに寒いですもんね。風邪ひかないでください。めちゃめちゃ寒いよ。大なり人小なりウィンスマイリー。めちゃくちゃ寒いよ。解放さん、コンセント差し直してみたら。何回もやってる。もうそういうレベルの低いアドバイスいらない。今すごく高度なことやってるから、基板をいじってみたりとか。よし君さん、湿気でだよね、カメラだよね。特にレンズ。いやー、そうなんだよね、カメラとパソコン壊れるからね。お風呂場が幻想的になってるからな。いやー、マジで。解放さん、どうしたの。ありがとう。幻想的。ありがとう。解放やめて。何、また俺の花火酒奪いに来たの、味しめて。ハイエナリ、ハイエナ。もうやめなよそういうの。もう自分の枠で稼げよ。人の閲覧取りに来んじゃねえよ。人の花火酒取りに来んじゃねえよ。やめて、自枠やれよ、自枠。俺そういうの嫌いだから。売名やめて。解放、解放さん、違います、助けてって言われたから。自爆やって。嫌いだから俺、お前のこと。よし君さん、ガス抜けちゃってるとかなんですかね。わかんない。定期エアコン故障中、電源差し抜きリセットなどいろいろ試しました。今いろいろリスナーさんにアドバイスしてもらって試しています。寒くて外に出たくないので室外機は見に行きません。金魚姫さん、エアコン直す方法ありますか。
寒い。動け動け、みんな念じて、みんな動けってコメント書いて、動け動け動けって書いて、もうスピリチュアルメッセージ送って、エアコンに。動いて動いて動いて動け。よしくんさん、基盤いじるとか高度すぎるわら。動け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 、頑張れ頑張れ。カンボさん、機械音痴なのでわからない。いや、みんな頑張れって書いて、エアコンに。頑張れ。近くの人で鳥のヒーター持ってる人いないかな。動け。ありがとう、バーガーありがとう。動けって書いて、みんな。金魚姫さん、動け。動け、動け。頑張れ、頑張れ、頑張れ。いける、大丈夫。できる子。頑張れ。頑張れよ。格安市民給委員会さん、さようなら、エアコンくん。頑張れ。エアコン頑張れ。お前ならできる。お前はできる。俺は信じてる。お前動け。動ける。動ける。頑張れ。頑張れ。動け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 。頑張れ。いける。いける。いける。最後のパワー。最後のパワー。頑張れ。動け。金魚姫さん、エアコン君ならできるから。動け。できるよ。できるよ。動け。動け。大丈夫だ。あ、エラー出た。うぜー。うぜえ、エラー出たわ。エラー出た。ピカ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 。あー、閉まるの、閉まるの、勝手に閉まるの。諦めるんだ、君。諦めるんだ。諦めた。諦めやかった、エアコン。もう無理っすって言ってる。マジかよ、もう。こんばんは、響きさん、和戸さん、こんばんは。あ、くそ、もうこれあれだな、可愛い女の子に裸で温めてもらうしかないな。響きさん、はじめまして。あ、はじめまして。あ、きっと炭酸エアコンのガス漏れをチェックする場合、室外機に食器用洗剤を薄めたものを銅パイプに吹きつけて泡がブクブクしないか確認してみたり、一旦冷媒ガスを回収して真空ポンプを接続してガスが漏れていないか調べる。ね、DV マヤ、酸ガス線アンダーヒーター声の東京ガス線ないよ。方法もありますよ。解放さん、のんちゃんは。可愛い女の子を裸で温めてもらう配信やるしかねえな、これ。誰かいない？可愛い女の子、裸で温めてくれる可愛い女の子いない？ニンニさん、定期、モンちゃんは自宅に帰ってます。きっと炭酸エアコンの基板修理は軽く1万以上かかることもあるので、基板注文する場合は内機の型番をメモして、いつもより業者さんにさせることもできるますよ。アイナジエンドさん、声よ、エアコン。 DV マヤさん、じゃあこたつだな。響きさん、なんでやめんわら。かわいい女の子いないかな。ニンニさん、定期、エアコンはお金があったら買い直したいです。修理にもお金かかります。困ってます。っていうか、じゃあ俺は今あったかくなりたいんだよ。冷房試運転ボタンか応急処置ボタンってない、うん、というものボタンはエアコン室内機の全面ヒールを上げると出てくるらしいよ。なんかないんだよね、それが。もうダメだな、これ毎月やってたけど、ブレーカーが落ちるとこうなるんだよね。さん、こんばんは、はじめまして、配信でお見かけしてます。寒い、さん、寒いからやろう。寒い、はあ、心折れたわ。クリスマスから絶不調だよ。響きさん、服着な。クリスマスにアイテム1日3000円しか飛ばない配信者どう思う？みんなクリスマスなのにみんな稼いでるのに、俺3000円だったんだよ、日当が。マジで終わりだろ。クリスマスに人気商売やっててアイテム飛ばないってどういうことだよな。クリスマスプレゼントマジかよ。いや、それも開けてみたけどなんか分かんなかったね。
分かんなかった。ミミさん、定期ワド監督は服が着るのが嫌いなので長袖は着ません。気分によっては着る時もあります。響さん、きついやん。ほら、息白いんだよ、部屋の中だよ。分かる、分かるかな。息白いんだよ、わかる。 TV マヤさん、どれなんか時給200円で朝まで喋ってるよ。どれさん、最近花火100発ぐらい飛んでるよ、毎日。第3じゃエアコンの取扱説明書は、めっちゃ寒いよ。めっちゃ寒いじゃないですか。きっと炭酸部屋の広さにもよるけど 2.2 キロから 2.4 キロのエアコンもあるので、それだと安くで購入できますね。カレイジャさん、晩はクリスマスプレゼント、いや、お金ない。ストーブ買いに行こう。お金ない。同期配信。金がない。響さん、定期ありがとうございます。ああ、きつい。ニンニがだんだん定期のこと分かってきたね。今どういう状況っつって定期打つようになった。ね、ニンニ、響さんみたいにありがとうって言ってくれるでしょ。カイロ、うん、どうしよう。どうしよう、寒い、釈迦が死んじゃう。ペコ釈迦大丈夫？きっと炭酸大なり小なり、皆さんあとは任せました。賃貸の備え付けだね。このエアコンは和道さんのですか？賃貸の備え付け。いや、今お湯沸かしてるよ。保証修理の負担してくれますよ。布団被ってる、被ってる。今やさん、お湯沸かすと湯気で温度上がるぞ。布団被ってる。響さん、布団被っとけばええやん。くももんさん、きっと炭ありがとう、お休みから。バッドクリスマスな、バッドクリスマス。もうやだ、な2時間もこんなことやってんの。エアコンの取扱い説明書はネットで見れるけど、めんどくさいので見てません。くそ、定期ありがとう。金魚姫さん、ありがとう、お疲れ様。はあ、キットさん、ありがとうね。いやー、辛いな。あー、エラー出た。うぜえ、マジでエラー出るな。海宝さん、和戸さんが心配です。金魚姫さん、和戸さん、風邪ひいちゃうよ。響さん、ストーブないん。ニンニさん、ダメ元で管理会社に明日エアコン壊れたと連絡してみたら。管理会社、まあ明日やんないとね。ストーブないよ、そんな高度なものはないよ。海宝さん、せめてズボン履けば。ズボン履かない。毎日やん、寒そうやん。寒いよ、服着んの嫌いなんだよ俺。参ったな、へこむわ。海宝さん、そかそか。ニンニさん、定期暖房器具はエアコンしかありません。どうしよう。でもあれだね、シャワー作戦は一瞬だけだね。シャワーは一瞬だけ暖かくなってすぐ終わった。ダメだ、ものの1分ぐらいしか効かなかった。なんで服着るのが嫌。いや、子供の頃から嫌いなんだもん。そんな嫌いなものに理由なんかないから、うるさい。嫌いなものに理由なんかないよ。虫食べれないのに理由ある？海宝さん、リモコンの緊急ボタンとかないですか？ないね。DV マヤさん、弱火で夜間沸騰させろ。いや、やってるやってる。鍋に水張って沸騰させてるよ今。寒い。どうしよう。
こんな一番寒い時に一番エアコンが必要なのに。定義、ワド監督は服が着るのが嫌いなので調査では着ません。理由はないので聞かないでください。気分によっては着る時もあります。定義ありがとう。さんパワフルっていうボタン、パワフルっていうボタンはないけど、響さん、そうなんや、すいませんでした。どうすっかな、マジで。キングさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ニンニさん、定期、ワド監督、エアコン故障でイライラしてるのでお願いします。お願いします。三原キングさん、今日一眼レフ注文した。響さん、風邪ひかないようにね。ありがとう。あーエラーうぜえな。エラーばっかりでイライラするよ。もう何回電源抜きさせたんだろう。三原キングさん、風邪ひかないように。うぜえな本当に。何これマジでイカれたのかな。あー解放さん、スイッチ入れる矢印、暖房矢印、今日でもダメ。どうしよう、寒い。なんで部屋の中で凍えてんだよ俺。どうすっかな。ああ。基板か。DV マヤさん、寒さは年末がピーク。やばいよね。響さん、治ればええやけどね。前はね20回ぐらいやったらついたんだけどね。20回ぐらい抜き差したらついたんだけど、もうダメだ。今日は2時間やっても無理だもん。これはアウトだな多分。三原キングさん、12月30日頃やばいみたい。青汁さん、自動でダメなら今日にして無理やり起動させればいける場合ある。うちもそうだし。ニンニさん、定期、エアコンは備え付けです。管理会社には明日が向けば電話する予定です。いや俺電話持ってないから電話できないよ。今日にして無理やり起動、やってみるか。今日にしてるけどね。ニンニさん、知らなかった。電話持ってないよ。解放さん、エアコン今日は最強です。ニンニ、三のんちゃんに電話頼めないのかな。まあいったな。なんか最近ついてねえなマジで。三原キングさん、 LINE 電話は最近ついてね。
諦めっか、もうこんなの。もう寒さを耐えよう、寒さを耐える枠だ。響さん治れからねえ、治ってほしいね。青汁さん寒い時にエアコン故障は痛いが服着まくるか。服着まくるのは嫌なんだよね。息がマジで白いんだよ、ほら見えないかな。 DV マヤさんコスパいいのは電気毛布。開放さん布団の中は暖かいですか。布団の中で寒い。布団から出ると地獄、痛い。布団から出ると痛いレベル。どうしよう。ニンニさん定期ワド監督は服が着るのが嫌いなので長袖では着ません。理由はないので聞かないでください。気分によっては着る時もあります。ゆうきさん初見です。リモコンがダメなのでは。本体に手動でできるところがあります。開放さん痛いほど寒いのか。いや寒い時痛いじゃん。今日何度だろう、マイナスでしょこれ多分。部屋外、外マイナスだと思うんだよね。逆に冷房つけよう。逆に冷房つけてみるわ。冷房の風量マックス。冷房つくかな。青汁さん冷房 W。 ニンニさん定期エアコン故障中電源差し抜きリセットなどいろいろ試しました。今いろいろリスナーさんにアドバイスしてもらって試しました。寒くて外に出たくないので室外機は見に行きません。金魚姫さんペットボトルにお湯入れて布団の中に入れてみて。ペットボトルがない。三原キングさんそのあたりは5度から4度です。DV マヤさん風量は自動じゃないと壊れるよ。開放さん本体に緊急ボタンありませんか。ないね。響さん電気毛布ないん。金魚姫さんコーヒーの缶は。コーヒーの缶たくさんあるね。部屋の中で息しろ、意味が分かんないよな。DV マヤさんドンキで電気毛布買ってこい。ダメだ、冷房もつかねえわ。金魚姫さん缶にお湯入れて布団に入れよう。布団から出たいのよ。朝の6時ごろ3度になってる。布団から出たいんだよ。ニンニさん定期暖房器具はエアコンしかありません。お金がないので困ってます。みんな電気代払ってる。クリスマスに電気止められた男の末路がこれだよ。みんな電気代ちゃんと払いなよ。幸せになるんだよ。寒いよパトラッシュ、寒いよ。ニンニさん定期ワド監督エアコン故障でイライラしてるのでお願いします。パトラッシュ。月の宮子さんさん電気づいてません。DV マヤさん全部引き落としだろ普通。昨日払った。金魚姫さん涙出てきたわ。開放さんコーヒー缶にお湯入れて湯たんぽにしましょう。めんどくさい。
バルーンさんメリークリスマス。あー、うおー、クールハート花火。マルーン、裸で俺のこと温めない？湯たんぽアマゾン出ないのかな。ねえ、裸で俺のこと温めるかわいいリスナーいないの？青汁産室外機に熱湯をかけるって聞いたことあるけど面倒か。やってみる？室外、てか室外機がどこにあるのか分かんないんだよな。室外機に熱湯をかけるのやってみる？ていうかね、多分ね、外があったかいから、外が太陽があるときはつくのよ、だいたい昼間だったら。だからね、多分ね、室外機の温度が低いんだと思うよ。そう、だから熱湯ぶっかけるっていうの多分効くんだよ。おう、俺の予想。室外機に熱湯ぶっかけるなんだよ。金魚姫産室外機熱湯やろ。室外機ってどこにあるんだろう、このエアコン。室外機はどこにあるのか分かんないけど、多分ね、それで治る気がする。俺もニンニ、酸素と行くときはズボンは履いてかないと風邪ひく。田舎じゃねえんだからズボン履いてなかったら通報されて逮捕されるわ。どこのど田舎だと思ってんだ。マルーンさん前にも似たような光景見たね。いや、毎月冬場の毎月だよ。毎月っていうか、釈迦がかわいそう。シャーちゃんが死んじゃうねえ。シャーちゃん、ニンニ、酸素だったショー。ここは東京だからね、新宿区だから、新宿シティだから。金魚姫さんエアコンから辿っていこう。マルーン産室外機のコンセント抜き差しした。多分50回はやってる、50回はやってる。田辺さんオイス。もうマルーンが多分2時間最初から見てたらうんざりするぐらい抜き差してる。ペット用ヒーターはあるよ。でもなんか楽しそうにしてるから多分大丈夫だと思う。ニンニさん、定期、エアコン故障中、電源差し抜きリセットなどいろいろ試しました。今いろいろリスナーさんにアドバイスしてもらって試しました。寒くて外に出たくないので、室外機は見に行きません。腹減ったな。はあ。響きさん、定期さん、ありがとうございます。開放さん、熱湯かけましょう。玄関の荷物の下にうずもれてるのが室外機では。金魚姫さん、鍋食べよう。鍋、足が寒い。マルーンさん、お湯沸かしてお風呂にお湯割ってこの寒さになれよう。あー、お風呂配信ができたらいいんだけどね。ふわっちはお風呂配信できないから、そしたらもう湯船ずっと使ってりゃいいんだよね。マルーンさんは、でもレンズがあるから。そうなんだよ。だからさっきシャワーバーって出したらすげえあったかかったんだけど、レンズとパソコン壊れるからやめなって。寒いよ。どうしよう。
響さん確かに身体温まるのがええかも。うん、コーヒー飲みたい。なんだこの年末は。おかしいだろう。マルーンさん、これで夜声はきついね。 W 早速走りますか。いや、やだ、走らないよ。どうすっか。マジで足が寒い。響さん、冬はえげつない寒さやもんね。わら、寒い。いや、多分ね、関西の方の人とか九州の人の寒さ、東京の寒さわからないんだよ。北海道よりも寒いって言われてんの。で、北海道の方が物理的に寒いんだけど、常に寒いから慣れてるんだよ、北海道の人って。東京の寒さってどういうことかっていうとね、急に冷えるの。3日後とかに急に変わるの。だから体感の寒さが全然違うの。備えができない。だから北海道の人も東京の寒さ、変な寒さだって言うもん。三原キングさん、東京はまだあったかいよ。島は海の湿気で寒い。海宝さん、寒波が来ましたよね。何食べようかな。響さん、北海道は雪降ってるしえげつない寒さよね。金魚姫さん、とにかく温まるもの食べよう。家から出られないよ、こんなの。寒くて。ああ、布団から出ると痛い。三原キングさん、等だとジーパンは履くときにデータすぎて履かない僕は。寒いよ。マルーンさん、わらわら。金魚姫さん、笑えない。いや、笑えないよ。マジで寒いもん。ペコ、寒いよね、ペコ。なんか知んないけど、今日シャーチさん活動的なんだよね。普段いつも、今日なんかやたら動き回ってんだよ。どうしたの、シャーチさん、元気なの今日。なんだろう、寒いと元気になるのかな。釈迦が籠の中で動き回ってんだよね。
心配してんのかな。さやちゃん出る？一緒に温まる？はいはい、おいで。はい、おいで。布団の中おいで。さやちゃん。うん、寒いよ、外。出る？金魚姫さん寒いから動いて温めるとか？いや、なんかね、テンション上がってる感じなんだよね。寒そうにしてると羽をもふってやるんだけど、ほら、飛ぶんだよね、シャーチ。なんか元気だね。寒いの好きなのかな？金魚姫さんなんか嬉しそう。うん、響きさんかわいい。うん、あっために来たの。さっちゃん優しいからね。温めに来たの。温めに来たの、二人とも。おいで。寒いね。マルーンさん鳥肌温かそう。うん、金魚姫さんペコは相変わらず暴れん坊。暴れん坊。いや、最近優しくなったよ。暴れなくなった。痛い痛い痛い。響きさん優しい。上手になったね。金魚姫さんいい声。うん、やめてやめて。昼間に着かなかったらアウトだな、これ。金魚姫さんペコは遊ぼって言ってる。そうそうそう、ペコは若いからさ。うん、響きさんくちばしでど疲れたら痛そう。どついてこないよ。どうしよう今日。もう布団の中にずっといていいすか今日。ダメ？布団枠でいい？
きよこ。響さんいいで。いい。布団枠でいい。金魚姫さん喧嘩。喧嘩。ちょっかい出さないの。この方が力強いでしょ。やめなさいよ。ダメだ。喧嘩しないの。ダメだよ。あ、わかった、部屋の中入り、金魚姫さん初めて見た鳥の喧嘩。いや、最初の頃毎日あんな感じだったよ。寒い、何もしたくない。すき焼き食べたいな。すき焼き、すき焼きが食べたい。あれ、寒い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 。金魚姫さん近ければ作りに行くんだけどな。近くに住んでくんないリスナー全員。もう俺の炊事洗濯家事全部リスナーにやってもらいたい。それが一番いい。もう洗濯しに来たよ、ご飯作りに来たよって、エアコンの修理に来たよ、もう全部なんか当番制にしたい。当番制。もう部屋の鍵開けっぱなしで。今日のご飯これだよ。響さんむちゃ遠い。もう全部を担当して。金魚姫さんじゃ。もう配信だけに集中したいもん俺。もう部屋の鍵リスナーさんに渡して。でもう当番制。それが理想かな。響さん、私は掃除しますわ。そういう生活がしたいな。そういう生活が。金魚姫さん近ければやれるのにな。だからみんながね、もう新宿区に引っ越してきてほしい。全員新宿に引っ越してそれをやってほしい。魚が釣れたから魚持ってきたよとか。響さん、リスナーさんで東京住んでる人おらんの？いるよ、いるけどね、なんかね最近来なくなったね俺の家に。昔はしょっちゅう来てたんだけど、いろんな人が。昔はよく来てたね。そうなんやね。そうそう。昔はね、よくプラーっと来てたけど、遊びに。最近来なくなったね。年齢バラバラだね。響さん、年齢とかある？若い子とか、男も女も関係なくって感じだったね。全然年齢とかなく。
響さん10代の人もおった。10代の人もいたね。10代リスナーでもいなくなっちゃったね。まあね、若い子はもっとなんか他の見るでしょう。うちは年齢層高め、若い子全然いない。響さん10代だけど他の配信者見てるで。うん、いや他の配信者は見てるんだよな。俺の配信に若い子全然いない。風呂入って鍋でも作る。風呂入ってガンガンにキンキンに温まってなんか作ろうかな。何作ろうかな。うん、金魚姫さん風呂入ろ。響さんたまにはドさんの配信も見てるで。そうなんだ。なんか俺の中ではフォローして何回も毎回見に来る人がリスナーって感覚かな。なんかたまにちょいちょい見に来る人はいっぱいいるから、そうそう、あくまでなんか固定のヘビーで見てくれて、ヘビーでコメント書いてくれる人が俺のリスナーって感じ。ソファーで雑談やりたいけど寒すぎて無理だよこれ。え、鍋買うんじゃなくてさ、もう服ガンガンに着込んでさ、コンビ弁当でソファーで配信しようか。ツイキャスがやりたいんだよね。響さん通知させてもらいますね。いや通知、俺頻繁にさ放送やってるから通知ピコンピコンうるさいよ。金魚姫さん、うん、そうしよう。俺は通知じゃなくてフォローがいいな。通知は多分ね、あの寝てる時とかピコン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 すげえうるさいと思う。まあまあ別に任せるけど、そこは。金魚姫さんヒートテック着用よ。着る？ヒートテック。ヒートテック着て配信するか。じゃあ風呂入って温まって、でコンビニでご飯買って、でヒートテック着て雑談か。そうするか。ビンボトレーダーさん、コンビニの冷凍フォローありがとう。ひびきちゃんよろしくね。ひびきさんフォローしました。ひびきさんよろしく。そうしようか。金魚姫さん、うん、そうしよう。そうしようか。寒い、めちゃくちゃ寒い。キャスト同時配信、いつものふわっちはきつね、ふわっちはきつね、ツイキャスはコテハンで。よろしくね。こちらこそよろしくお願いします。もう一回試す、ラスト最後の。金魚姫さんゆっくり風呂入ろ。ゆっくり風呂入ってガンガンに温まろう。
頼むからついてほしい。金魚姫さん、熱い湯船に浸かりなよ。うん、いや湯船つかんの時間かかるからあれにするよ、熱湯シャワーにする。熱湯シャワー、熱湯シャワーでしょ。キャスのレベル上げたいんだよね。キャスのレベルを、キャスは時間、放送時間やればやるほどレベル上がるから、とりあえず来年はレベル50目指す。ツイキャスレベル50、 YouTube チャンネル登録5000人、ふわっちも5000人、それくらいかな。キャスで結果出す。ふわっちはフォロワー5000人目指す。YouTube は5000人。それが目標かな。じゃあ一旦終わりにします。皆さんありがとうございました。エアコンはつきませんでした。お疲れ様です。おつおつ。金魚姫さん、お疲れ様でした。